経済学と聞いて皆さんはどういうことをですね考えますか株価、為替、金利、経済成長そしてですねアベノミクスこういうことを思い浮かぶかもしれませんで実際にこういうことは大学で勉強いたしますだけど今日はですね実はもっとですね学際的な広がりが進んでいるということをですね皆さんに説明したいと思います経済学ではでではすすね大体ですねあの 理己的で合理的な経済人がどのような行動をするかということを考えます彼らがですね、えー、自分の幸せを最大化にするために限られた資源をどのようにしてですね分配するかということですね例を言いましょう例えばですね時間っていうのは限られてますねでそこで遊ぶ時間と働く時間があるはず遊ぶ時間を長くすればそれは楽しいけども働く時間が短くて収入少ないよね 反対に働く時間を長くすると当然収入は多いけど遊べなくなるよねどこでその限られた時間を遊ぶ時間と働く時間に分けるかそれを決める要因は何なのかっていうことをですね学ぶわけですねでその1つ重要な要因は何かというと賃金ねお金賃金が高くなったらみんなバイトをもっと増やしますか減らしますかいろいろあると思います でそういうことをです、ねえー、我々は考えるわけですね経済学では。だけど、それだけじゃないねお金だけじゃないじゃないですか人生ね。実は我々はそんな単純な人間ではなくて日々何かを決定するときは例えば、互形性だったりそして利他性ねこういうことを、えー、ベースに考えるわけ。 互恵性とったら相手が親切にしてくれたから私も親切にする相手がよくしてくれたから私もよくするということ利他的というのは利己的と反対で相手の幸せが自分の幸せ相手が幸せになるように自分は選択し行動するということですね。 こういうように利他的であるべき、語形的であるべきということですね、こういうことを決めるのが、えー、社会規範であったり、モラルであるわけですね。で、我々は社会規範やモラルをベースとして、えー、選択をするということをやります。こういうふうにね、経済実験をしながらですね、勉強するんですけども、ただね、ちょっと注意したいことは、じゃあ、これまでのですね、経済はだめなのか、否定するわけじゃありません。 これまでの経済学そして行動経済学っていうのは相反するもじゃなくて保管するようなものですですからもし皆さんがですねそういうところまで興味があるならぜひ経済学部に入ってですね一緒に勉強していきたいというふうに思います